はい、皆様こんにちは。保険教の話第10回です。保険教の話を始めて5ヶ月弱ほどですが、やっと10回まで来ました。皆様の励ましをいただいたおかげと思っております。本当にありがとうございます。現在、この保険教の話は2週間に1回のペースでアップしております。もし、 もう少し頻度を多くしてほしいというご意見をいただければ増やすこともできますので多分大丈夫なのでよろしければお声かけをいただければと思いますさて早速今日の話でございます数回に分けまして10代弟子の話をしております前々前,前回はシャリホツ前々回は 目連目連前回は阿南とそれから仮称でございましたが今回はみたら西フルナフルナについてお話をしますフルナですねフルナはサンスクリット語でプールナといいましてこのプールナの音社が「 フルでございますグ名とも言うんですけども愚名愚名とも言うんでしょうかこれ詳しい名前という風になるんですけども詳しい名前まあプールナの全ての名前は「プールナマイトラーニプトラ」というそうなんでございますけどもこれ先ほども出てきました「タラらシフルナ」。 フルなみたらにしとか、みたらにしふるなとかっていうふうに言います。みたらにしですね。みたらにしふるなとか、フルなみたらにしというふうに書いたりします。これ、前回出てきましたかしょさんの時も言ったんですが、かしょっていうのはよくある名前だそうでございまして、ですので、就職する言葉でずららいかしょとか、 マカカショって呼ばれるんですというお話をしました今回のこのフルナというのもお釈迦さんの弟子の中で非常にこう多い名前だったそうでございましてですのでミタラニシフルナとなりますこれはミタラニという人の子供であるフルナという意味ですねですからプルナマイトラニプトラというのはこれつまりフルナミタラニシミタラニシフルナになるわけでございますけども そのミタラニの子供フルナミタラニのお子さんであるフルナですよというそういう名前になります。でこの方はセッポ第一と呼ばれます。セッポ第一ですね。まあこのセッポ第一については後でお話をします。このフルナはバラモンの子として生まれました。一節には とと同年月日ですねの誕生だと言われております早くに出家しましてこの仏教以外の教えを収めていたそうなんですけどもお釈迦さんが浄土をしたということを聞いて弟子に入ってそしてアラカンカという大変立派な修行の位を得たそうでございます。特にこの古名は弁才にまあお話がとても上手であったと。 いうことでございましてインドの西の方に布教したというふうに言われていますこのフル,ナフルナの弁という言葉がございます最近はあまりこういう言葉は使われなくなりましたけれどもこのフルナの弁というのはすらすらとよどみなく喋ることのたとえのことでございますあまり使わないんですかね最近は なぜこうスラスラとよどみなくしゃべることの例えとなったかというと先ほども言いました「弁説がとても上手であったと」と話がとても巧みであったということで「古名の弁」というのがスラスラとよどみなくしゃべることの例えというそういう意味になったそうでございます。でじゃあ実際にお話がとても上手だから「説法第一」と呼ばれたのかと。 言いますと実はそうではないようなんですね古名は何が優れていたから説法第一と呼ばれたのでしょうかそれは伝える人に誰かに伝えるということの決意覚悟が人並み以上であったということで説法第一と呼ばれるわけでございます え法華経の中でも出てくるんですが釈尊が自分に代わって教えを広める人を呼びかける場面があります。たくさんの菩薩が私が布教するということをこう声を出して言うわけでございますが釈尊はなかなかそれは許さないんですね。それはその手を挙げた菩薩の能力が劣っているからというわけではなく本当に 教えを広めるという覚悟が必要だからその覚悟がない人に教えを広める許可はできないというのがその釈尊の思いであったわけでございます。でフルに関しては次のような逸話があるんですね。釈尊が弟子たちを教化し始めて十数年たってようやく仏の教えを少しずつ理解し始めたので弟子たちに布教をしてもよいと 許可を与え始めるわけですそこで弁説が優れていたフルナが「自分は西の国に行って教えを広めたいですと」とこう申し出ます。うんそれは結構だ。しかしフルナよあなたが行く国は人々の心が乱れていておそらくあなたの言葉に耳を傾ける人はいないであろうと。あなたにその覚悟はあるのか。 熱心に語っても聞いてくれなかったらどうするかとこう釈尊は言うわけです。それに対してフルナは「そんなことで諦めることはありません。誰も聞いてくれなくても笑われなければよいです。」とこう答えるわけです。すると釈尊は「ではもし大勢の人があなたの話を聞いて笑ったらどうする?」。こう聞くとフルナは「 笑われたのならば、罵られなければ幸せだと思います。こう答えるわけですね。重ねて釈尊は、では、罵られたらどうすると聞きます。フルナは、罵られたら、石などを打ちつけられなければ幸せだと思いましょう。釈尊は、では、石を打ちつけられたらどうする。フルナは、 打ちつけられたら、刀で切られないだけ幸せだと思いましょう。答えます。シャクソンは、刀で切られたらどうするかと。フルナは、切られたら殺されないだけ幸せだと思いましょう。シャクソンは、では死ぬほどの傷を受けたらどうする。フルナは、その時は、 仏の教えのために命を捧げることができたことを幸せだと思いましょう」こう答えるんですね。釈尊は初めて特診をしまして「うんそれだけの決心があるなら行きなさい」。そうしてあなたが修行し学んだところを説いてきなさいとこう言ってフルナの布教を許したわけです。まあ、これだけ説法をする、 教えを説くということの覚悟があるからフル名は説法第一と呼ばれる。饒絶にペラペラ話ができるから説法第一ではなくてこの覚悟決意があるからフル名は説法第一と呼ばれるようになったわけです。 運命とか宿命という言葉がございます。私はあまりどちらも大事なものと言いますか、まあ、大事な人にとっては大事なんであろうと思うんですけども、あまり好きな言葉ではございません。この運命とか宿命とかを考えるばかりに余計なものまで背負ってしまう、そういったこともあるんではないかなと思うんです。一方で、 覚悟を持つということは大事だと思います。こういう人生もあったんじゃないかとか、あんな生き方もできたんじゃないかとか、そういうことをいくら思っても何かを変えることはできないんですね。今自分が歩んできた道、そしてこれから進んでいくであろう道に対してちゃんと向き合っていくという、その覚悟が必要なんだというふうに思います。フルナのような 何事にも揺るがない覚悟を持つことはできないかもしれませんが自分の人生を恨んだりするよりはそれでもこの人生を生きていくんだという覚悟を持って生きていきたいなというふうに思うんです皆さんはどう思いますかそれでは今日はこれまでといたしますご清聴誠にありがとうございましたそれではまたさようなら